皆さんこんにちは、済生会前橋病院です。それでは自己紹介の方させていただきたいと思います。よろしくお願いします。研修医2年目の今泉淳と申します。よろしくお願いします。研修医2年目の斉藤正嗣と申します。よろしくお願いします。研修医1年目の菊池由美と申します。よろしくお願いします。はい、では菊池先生、済生会前橋病院を選んだ理由を教えてください。はい、私がこの病院を選んだ理由としては、まずレジナビとか病院見学で先輩の研修医の先生方が生き生きと研修されてるなっていうのを感じたのと、あと先生方が学生の私にも気にかけていろいろと話してくださったり教えてくださったりしたので、雰囲気がとても自分に合ってるなと感じて、そこが一番の理由で選びました。あとはプログラムとしてもローテーションの自由度が高いっていうところで、科が決まってない私にとってはそこも合ってるかなというふうに感じたので、そこで選びました。はい、はい、ありがとうございます。病院のおすすめポイントやプログラムの特徴について教えてください。はい、僕がすごく皆さんにお勧めできるポイントがありまして、はい、済生会といえばっていうところなんですけど、済生会といえばすごく昼食が豪華なんですね。それでいて安いんですよ。これ意外と大事な点で、毎日食べるじゃないですか昼食は。そういった時に、毎日コンビニとか、ちょっと高くなっちゃうし、やっぱ飽きちゃうじゃないですか。もうレパートリーも豊富で、しかも、もう豪華ランチなんですよ本当に。これはもうぜひ来て食べていただきたいんですけど、ちょっと今コロナ禍で多分見学がねすごく難しい状況なので、研修医になってぜひ食べていただきたいですね。もう絶対的なおすすめポイントですねこれは。はい、ありがとうございます。はい、いや本当ですよ。はい、私は毎日食べてますもんね。はい、はい、プログラムの特徴についてなんですけれども、先ほど菊池先生もおっしゃっていただいたようにですね、非常に自由度が高いというのが、これも他の病院にない特徴だと思いますね。今僕らの代から必修の科っていうのが、回る数がすごい増えてしまって、その分ね、やはり自由度の高いプログラムじゃないとなかなか自分の好きな科を回れないっていうのがあると思うんですね。で、今僕2年目なんですけど、2年目で群馬で研修する方はすごい群馬大学の医局も考えてると思うんですけれども、すごいその群馬大学のプログラムですね、研修をもう何ヶ月も取れるっていうのがすごいメリットですね。なので当院にない科もすごい2年目でいくらでも回ることができますし、もちろん当院にある科ですね、例えば消化器内科とか当院にもありもちろんありますけど、他の病院だとなかなかその院内にある科だとその群大のプログラムは回れないとか回りづらいというところもあると思うんですね。ですが当院ではそれがもう本当にもう余裕で取れちゃうんですよ、なので群大の消化器内科を数ヶ月回るとかそういったことも可能になるので、そういった縛りが全くないっていうのがもうそのこの済生会のプログラムの大きな特徴で、すごいメリットだと僕は思ってます。先ほどの自由度の話についての補足なんですけど、実際にその院内にある科とかも研修のローテーションの順番や何月にどの科を回るか、そしてそれを何ヶ月取るかっていうのも自分たちで研修で話し合って決めることができますし、また院外にない科についても協力施設がとても豊富で、例えば産婦人科でしたら佐藤病院、小児科でしたら小児医療センターや群馬中央病院の小児科と群馬大学の小児科で、精神科でしたら精神医療センターと群馬大学の精神科と県内のトップクラスの病院からの研修を受けることができまして、でそれを自分たちで選ぶことができるということもとても魅力だと思います。また今挙げた以外にもたくさんの協力施設で研修することができまして、自分の興味あるかについては複数の病院の、その同じ科を回って、で検討してみるということでより学びも深まるかなと思うので、ぜひおすすめです。そして、救急研修に関しましては、私たちの済生会では救急の研修が院内でも済ませられることができますし、あとは栃木県の三次救急を担う宇都宮済生会病院でも研修をすることが可能です。
宇都宮済生会病院は3次救急なので、ドクターヘリの症例ですとか緊急の開胸の症例とか、あとは高エネルギー外傷とか、たくさんの重症な症例、なかなか二次救急だけでは見られないような症例もたくさん経験することができます。じゃあ入職して感じている病院の雰囲気について菊池先生よろしくお願いします。はい、まだ数ヶ月回ったところでの印象っていう感じなんですけど、先生方はすごく1年目の研修医にも主義に積極的に関わらせてくださって、熱心に指導してくださいます。でその他にも担当の患者さんの検査についていたりすると、コメディカルの方も検査の見方とかやり方とかすごく一生懸命教えてくださるので、とても学びやすい環境が整っているなと感じています。そうですね、コメディカルの方々が本当に優しいですね。そうですね、すごく、はい、画像診断とかに関してはもう僕らよりも全然詳しくてでもちょっとこれどうですかって聞くとすごい丁寧にね、はい、教えてくださったりするんで本当助かりますね、はい、もうあらゆるところで勉強になるなっていう感じです。はい、はい、1月あたりの当直の回数はどれくらいでしょうか。当直は月に2回が義務となっています。でもっと経験したい人は月に 3,4 回入ることもできます。また当直明けは基本的に半日で帰ることができます。1年目だとやっぱり最初の当直不安だと思うんですけど、最初の当直はどういうふうに始まりますか。そうですね、最初の 4,5 月は1年目と2年目が一緒に当直に入るの で基本的に1年目の先生は2年目の先生につく形 で2年目がいろいろその救急患者さんの対応だったりとかカルテの書き方だったりとか、救急車が来た時のどういった、事務的な加算の取り方だったりとか、あとは救急隊員との、対応ですとか、そういったことも含めて、基本的に2年目の先生が付きっきりで最初の2ヶ月は教えるという形なので、そこら辺は心配いらないかなと思うんですが、ちょっとその後に独り立ちするときはやっぱり不安が大きいかなと思うんですけど、わからないことがあれば上級の先生とかも優しく教えてくださるし、看護師さんも優しい方が多いので、その辺は心配いらないと思います。はい、ありがとうございます。実際私も一緒に当直に入っていただいてすごく安心して、始めることができました。はい、ありがとうございます。他の病院だと結構1年目と2年目が同じ日に入って、また上級医の先生が1人入るとか、そういう体制が多いと思うんですけど、済生会前橋病院では研修医の先生1人と上級医の先生、内科と外科を1人ずつという形で当直をしますね。それで研修医の先生に襲われないっていうこともあると思うんですけど、逆にその上級医の先生に直接襲わることができるっていう、もちろんその研修医1人でやるっていうのもそれも不可能っていうことを上級医の先生もよく分かってらっしゃるんで、本当にその1対1で丁寧に指導を受けることができるっていうのは屋根瓦にないすごい魅力だと僕は思ってますね。はい、では菊池先生、はい、先輩や同期の研修医はどのような人たちが多いでしょうか。はい、そうですね、まず先輩方なんですけど、最初の頃は特にカルテの使い方から病棟業務の仕方まで何から何までわからない状況で、たくさんいろんな質問をすることになるんですけど、どんな簡単なことでも優しく教えてくださって、もう皆さんとても優しい先輩方ばっかりだなと思ってます。同期は今6人なんですけど、多すぎない人数で、私他大学出身なんですけど、それでもすぐに仲良くなりまして、仕事でちょっと悩んでることとか共有したりとか、経験したことを教え合ったりとかして、すごく心強い仲間たちだなと思ってます。はい、そうですね、1年目は他大学出身の先生が2人いらっしゃいますね。2人、そうですね、はい、2年目は1人ね、はい、全然出身大学関係なく仲良くやってるかなと思います。それは良かったです。はい、多分最初はねどうしても群馬大学出身の人が多いので、はい、そうですね、割合としてはそうですけど、そこはそんなに関係ないかなっていう感じがします。そうです。半々ってなかなかないですよね。12人いて66だもん。あれ、そうだ、ちょうど3人1年目も2年目も、そうですね、女性の先生が比率 50%、 他の病院にはなかなかない特徴ですかね。
居心地的にどうですか？あ、いや、まあ、全然女性だからっていうアウェー感とか全くないと思いますね。うん、そうですね、はい。確かに研修室では僕らがむしろ縮こまっちゃって縮こまっちゃいますね。ちょっとむしろ女性の方が強いっていう感じですね。そうですね、うん、いやでも花があっていいですよね。今泉先生、済生会前橋病院で勤務する研修医はどういう人がマッチすると思いますか？そうですね、結構研修担当の先生がよく言っているのは、協調性があるっていうことを、重視しているっていうのをおっしゃってます。あとは自主性があって、主体的に動ける人ですかね。で、実際このような姿勢で、研修に取り組んでいると上級の先生も積極的に声をかけてくださいますし、私たち研修医にできる範囲のことですが、病棟業務とか手技とかたくさんやらせていただける機会も多くなると思います。で、またもちろんわからないことがあったら何でも気軽に質問することはできますし、その際は優しく教えてくださるので心配いらないですね。ERCP の助手ですとか、あと外科のラパロのカメラ持ちとかですね、丁寧に一からもう何もわからない状態でもいろいろ手技に先生たちがやらせてくださるんで、すごいいい点ですよね。当院の説明会も定期的に行っておりますので、気になる方はぜひ当院のホームページをご覧になってください。お待ちしております。